して誰も助けに来ないの？ここから出られない。出口はどこ？誰？あなたも私を傷つけに来たの？怖がらなくていい。この島を支配している呪いを解きたい。君のことを教えてくれ。他の亡霊たちには俺が見えないようだが。私は特別なの。ずっと特別だった。とびきり美しくて、領主の娘で、ここは見える限り全て私たちのものだった。私と家族は魔術師の塔に隠れて戦争が終わるのを待とうとしたの。いつかは終わると信じて。ここの魔術師は何者だったんだ？アレクサンダー。彼のことはよく知らないわ。ずっとこの塔に閉じこもって。彼も死んだわ。知ってるでしょ？みんな死んでしまった。死体の山よ。私だけ、たった一人で。みんな私を置いていってしまったわ。永遠の愛を誓った男さえも。彼も私を置き去りにした。呪いを解ければ君も自由になれるはずだ。ここで何があった？農民たちが食べ物を求めて渡ってきたというのは本当か？嘘よ。彼らは奪って殺すために来たの。私たちが裕福でここから惨めな彼らを笑っていると思ってた。私たちだって食べ物に困ってた。他の人たちに分けられるほどなかったの。彼らはみんなを殺して。お父様が叫ぶのが聞こえたけど、魔術師に言われた通り誰も部屋に入れないようにしていた。魔術師は薬をくれたわ。見つかったら飲むようにと。そうすれば心配ないと。それから？おぞましい恐怖よ。近寄ってくる男たちが怖かった。でも薬を飲むことも怖かった。魔術師を信用しなかったのか？村では彼が病気に関与していると言われていた。治療ではなく発生させる方に。塔にネズミをおびき寄せ、カトリオーナに感染させたと。もちろんただの噂よ。でも怖かった。心底怖かった。それから彼の声が聞こえたわ。愛するクレアムの声が私を呼んでいた。彼のために扉を開けたら他の人たちが入ってきた。私に襲いかかって。そして。君の恋人は助けてくれなかったのか？敵が多すぎたのよ。彼女に手を出すなと叫んで止めようとしていたけど、奴らは笑っていたわ。何かされたのか？腕をつかまれて、ドレスを破られて、なんとか振りほどいて薬を飲んだわ。それで何もかも終わった。毒だったのか？それで死んだのか？違う。後になって目覚めたわ。誰もいなくて暗かった。いたのはネズミだけ。何十匹も何百匹も。でも体が動かなかった。眠り薬か。効き目が切れてなかったから麻痺したままだったんだな。周りのネズミが全部私の体に虫のようにたかってきたわ。顔にも手にも。肌が噛みちぎられ、胃が食い破られるのを感じた。バラバラに食い荒らされても叫ぶこともできなかった。私は十分苦しんだ。どうしてここから出られないの？この島で死んだのは君が最後じゃないな。新しい死体を見かけた。この島は危険な場所よ。来るべきじゃない。私もここにはいたくない。死んだ男は怪物に襲われたようだった。それも最近だ。この塔には他に何かいるのか？私に分かると思う。ここには多くの勇気がいるわ。彼らのささやきが聞こえてくる。勇気たちのことじゃない。ここをうろついている怪物のことだ。何か分かれば。何も知らない。どうしてそんなこと聞くの？私にスラザーなるのを助けに来てくれたと思ったのに、私を責めに来たの？他の亡霊たちとは話せるのか？いいえ、話はできない。みんな私を見ると逃げるの。なぜかわからない。私が怖くないの？ああ、亡霊と会うのは初めてじゃないが、正直言って君は何か他の亡霊とは違うな。どうしてほしい？
憎しみから生まれた呪いが私をここに縛ってるわ。呪いを解けるのは愛の力だけ。でも誰が亡霊を愛してくれる？君の恋人は？彼も死んだのか？グレアンは、彼は生きてるわ。死んだならわかるはずよ。でも彼は私を見捨てて逃げたの。私を置いて。君が彼を許せば呪いの力を消せるかもしれない。この島を浄化できるはずだ。恋人というのはどんなやつだ？貴族の息子か？いいえ、貧しい上司よ。父には反対されたわ。厳しくね。結婚などありえないって。はあ、彼が恋しい。私は今でも毎晩岸辺を歩いて村を眺めてる。私を覚えてるかしら？君は塔を離れられないと言ったろ。私が？聞き間違いだわ。そんなはずはない。私、これ以上は知らない。全てが悪夢のようで。見た限り呪いの中心は君のようだ。この島にいる亡霊たちが持つオーラは君のものほど強くない。君と話し始めた途端にメダルが脈を打ち始めた。何が言いたいのかわからないけど、何か知ってそうね。あなたの言う通りかもしれない。私はこの島に縛られている。私が領地を受け継ぐべきだったからかしら。君の血がこの土地と強く結びつき呪いを生み出していることはあり得る。だとすれば、怒りの元であるグレアムを許せば呪いを解けるかもしれない。私は彼を愛していたわ。彼を許すことはできる。自分のしたことを後悔しているならね。私の骨を彼に渡して、彼の手で葬ってほしいの。私の頼みを聞いてくれる？悲しい物語だが、何かが引っかかる。違和感が残る。何かしら？まだ全てを話していないだろう。この島が危険だと知っているのに怪物のことは話さない。怪物なんかいない。君は嘘をついている。理由が知りたい。なぜ君は怪物をかばおうとするんだ？あるいは。やめて、聞きたくない。君を助けられない。この島に限らず、呪われた場所から何かを持ち出すのは危険だ。しかも死んだ女の骨など論外だな。リッチャーは血も涙もないというのは本当ね？じゃあグレアムをここへ連れてきて。さよならを言いたいの。アナベル、聞いてくれ。助ける気なんかないのね？この惨めな状態から救ってくれる人が誰だろう？ペスタと戦った。ペスタ？呪いの解き方は分かったんでしょうね。剣で切りかかる前に話をしたわよね。ああ、少し話した。彼女の恋人を島に連れてくる必要がある。グレアムという名の漁師だ。彼なら知ってる。オレトンという村に住んでるわ。急いで彼を探して。呪いを解く時が近づいているわ。私には分かるの。
ド旅団では怖いみたいな。グリアム中に入れろ。言っただろ、誰には会いたくない。だがそろそろ。ほっといてくれ。ああ、痛い。話がしたい。聞こえなかったのか。何度言えば。お前は誰だ。島に行ってきた。あそこで何があったか知っている。何の用だ。アナベルのことで話がしたい。アナベル、なぜ彼女のことを。彼女に会って話もしてきた。アナベルは死んだ。毒を飲んでな。俺は彼女を救えなかった。愛してたのか。ああ、苦しいほどにな。心から愛していたし、いつかは結ばれると信じていた。だが父親が許さなかった。娘がつまらない庶民と一緒になるなんて。ファイク島で何があった。教えてくれ。知りたければ教えてやろう。ミリー、フィンチ、フォークナーが仲間と島へ渡って、貴族に奪われたものを奪い返そうとした。あいつらは俺が島の奴らと面識があることを知っていた。俺が魚を売りに行けば門を開けると。行きたくなかったのか。いや、チャンスだと思ったんだ。アナベルと一緒に逃げる。だが実際は全てがめちゃくちゃになった。村から来た男たちは手当たり次第に党の人間を殺し始め、アナベルに乱暴しようと。それでアナベルは毒を飲んだ。魔術師が渡していたんだろう。俺は党を走り出た。死にたい。奴らを全員地獄に落としたい。そんな呪いの言葉を叫びながら。これ以上は話したくない。もう勘弁してくれ。島の塔から走り去るとき叫んだと言ったな。どんなことを言ったんだ。思い出せない。罰が下るように、彼女にしたことの報いがあるようにと。それが呪いになったのかもな。あそこには強い魔力のオーラがあった。熱情や悪意や強い感情がその魔力に火をつけたんだろう。お前の言葉が呪いを作り出したんだ。彼女は奴らのせいで毒を飲んで。あれは毒じゃない。アナベルが飲んだのは強い眠り薬だ。魔術師は彼女を守るために、彼女が死んだように見せかけたんだ。でも彼女はもう。彼女と話したと言っていたな。彼女の霊と話した。彼女が目覚めた時、塔の中は死体とネズミだらけだった。ネズミは温かい肉を見つけて、生きたまま彼女を食った。つまり彼女はずっと生きていたというのか。そんなバカな。全身が冷たく死体そのものだった。揺り動かして目を開けてくれと叫んでも何も。仕方ないことだ。彼女が飲んだのが毒ではないと知らなかったのだから、お前は悪くない。神よ、俺はなんてこと。島に残って彼女のそばにいれば、生きていることに気づけたのに。違う結末になっていたのに。島に残っていたら命はなかっただろう。それでも彼女をネズミの餌にするよりマシだ。だがもうどうすることもできない。それは違う。アナベルにはお前が必要だ。助けてやれ。彼女はまだ塔にいるのか。会えるのか。ああ、ただ一つ知っておいてほしい。アナベルは死んでペスタになっている。ペスタ、なんだそれは。この世に恨みを残した霊だ。災いをもたらす乙女と呼ばれ、深い悲しみと憎しみに突き動かされ、疫病と死を振りまく。ならどうすれば救える。神々に誓って何でもする。お前が見捨てたと思ってる。なんてことだ。俺を恨んでいるのか。彼女を捨てて逃げたと思っているというのか。そうだ、塔へ行って彼女に本当のことを話すんだ。誤解を遂げるかもしれない。死んだと思ったんだ。生きてると知ってたら離れるものか。呪いがアナベルや他の霊をあの島に縛りつけている。愛の力で呪いを破り解き放ってやれ。物語のようにか。ああ、よくある話だ。
呪文を解くのに必要なのは口づけだけ。ただし真実の愛を持つ相手の口づけでないとダメだ。言っただろ、この心の全てで彼女を愛してる。彼女のところへ連れて行ってくれ。危険だぞ、無事に戻れるとは限らない。分かってるか。もちろん、俺は臆病者じゃない。今度は逃げない。ああ行こう。準備はいいぜ。なんだ。なのに彼女はこの世にいない。俺のせいで。俺が彼女を守れさえすれば。過去を変えることはできないが、アナベルを救うことはできる。安らかに眠れるように。生きてると知ってたら置いていったりしなかった。君のためなら何でもできる。あの時も今も信じてくれ。証明して。キスして。グレアム気をつけろ。呪いは解けた。グレアムとアナベルが再び一緒になる。
遅いぞ。ゲラルト、二度と会えないかと思ったわ。ファイク島から呪いは消えた。グレアムを説得して島に連れて行けた。島にはペスタがいると説明した。彼は危険を承知の上で彼女にキスをした。キスが呪いを解いてくれる物語は多い。それが彼に勇気を与えたんだろうな。それでうまくいったの？考え方次第だな。呪いが解けてアナベルの魂は安らかな眠りについたが、グレアムは死んだ。でも彼は証明したわ。物語のような愛は実在するんだって。一つ気にかかるんだが。何？アナベルはアレクサンダーが病気の研究をしていると言った。カトリオナとか知っていたか？魔術師全員が知ってたわ。アレクサンダーは伝染病学者だった。彼の手記を研究したかった。でも彼は用心深くそれを守っていたの。ランプだがどうすればいい？約束通り、それはあげる。島が浄化された今、私には必要ないもの。実は一緒に行かなかったことを後悔してるの。埋め合わせをさせてほしいわ。よし、そろそろ失礼する。ねえ、もう少しだけいてくれない？ちょっと頼みたいことがあるんだけど。なんだ？ノビグラドから材料を取り寄せてるの。昨日商人が到着する予定だったけど、まだ来ないのよ。どうなったか確かめてくれる？かなり大事な荷物なのよ。いいとも。ノビグラドからここへ来るならブラックボーを通ったはずだ。そのあたりを調べる。ありがとう。心から感謝するわ。